こんにちは。今日もエレメンツアウォーくんやっていきます。前回はエレメンツアウォーくんのボスであるアザナに惨敗し、エレメンタル装備とアクセを作ったところで終わりました。このエレメンタル装備があれば倒せる、はず？ちなみに武器なんですが、アザナの第一形態を撃破することでもらえるアウトブレイクという銃を使用していきます。第一形態の撃破自体はかなり簡単なので、アザナを召喚できる状態であれば簡単に入手できますね。ちなみに性能なんですが、一度のクリックで4発発射し、たまにカオスイーターを召喚して3倍ダメージを与えます。補正込みでダメージは900超え。つまりめちゃくちゃ強いです。さて、それでは早速戦っていきましょう。まずこれがさっき言ってた第一形態ですね。HP 自体は高いですが攻撃は弱いので、簡単に倒せます。さらに言うと防御も低いみたいですね。まずは第一形態だけやって、オートバレ明け入手してから倒してねってことなんだと思います。なんか左下で喋ってるけど、これはなんて言ってるんだろう？なんかぐちゃぐちゃになっててよくわかりませんね。あ、第一形態終わりました。ここからが本番ですね。移動速度が非常に速いので回避が難しい。このビーム撃ってくるときは、なるべく斜め移動で素早く動くと避けやすいです。最初はだいたい4回ほど撃ってくるので、全力で動き回りましょう。当たると非常に痛いので注意。そして次、全方位にレーザーを発射してきます。これは間に隙間があるので、そこに行きましょう。この攻撃が来る前にアザナの近くにいると避けやすいです。すごい大量に弾撃ってきてます。でもこれは比較的避けやすいみたいですね。そしてこの縦ビーム、これは普通に間に入るか、横に移動して範囲外に行けば簡単に避けられます。これはだいたい3回か4回ほど続きますが、ほぼボーナスタイムですね。そして次、ここが一番苦手。左右から波打つ弾が怒涛の勢いで発射され、さらにその弾の軌道上にはガスのようなものが残り、それに当たるとかなり痛いです。正直これは避けられる気がしない。次、プレイヤーの近くにテレポートしつつなんかよくわからんのを発射してきます。あとなんか降ってきてます。ここら辺よくわかってない。さらに次、テレポートしまくって全方位に飛ぶ弾を発射してきます。これもかなり避けづらいですね。次は普通の弾発射。これは比較的簡単です。とか言ってるのに被弾していく。なんとか間を通り抜けるか、ロドで弾幕の向こう側にテレポすれば大丈夫です。そして怒涛のガス発射、これはしばらくその場に残るので非常に面倒。そして極太ビーム、これどうやって避けるんですか？全くわからない。これで行動パターンは一周したかな？あとは大体似たような行動を繰り返してきますね。あとは同じように避けていけばいいだけなんですが、それが全然できない。ダメージ自体はそれなりに入ってますが、アザナの HP 自体150万とかなり多いのでなかなか削りきれませんね。ちなみにセリフなんですが、いくつかちゃんと文章になってるものがありました。他のももしかしたら意味のある文章なのかもしれませんが、調べても全くわからなかったので多分文字化け的な演出だと思います。そして死ぬ。成功パートなんですが、途中までちゃんと取れてませんでした。だいぶ最後の方になって取れてないことにやっと気づく。一応倒しましたね。ドロップ品はこんな感じ、強いっちゃ強いんですが今装備してるアクセの方が正直いいですね。本題はこちら、カオトロン鉱石、これを使ってボイドフルイトとチャオスポリジックヘアートを作りました。どちらもプレイヤー自身の能力を永続的に強化してくれるので、非常に強力です。で、アザナを倒すと灼熱の雨が降るようになります。通常の雨の代わりに25の確率で出現するみたいです。そして、プレイ中の自分は大きな勘違いをしていました。このイベントを終了しないと次のボスに挑めないと思ってたんですが、別にそんなことはなかったみたいです。一応このイベントで出てくる敵は素材アイテムを落とし、それで武器が作れるんですが、それで作った武器より、先ほどアザナ戦で入手したオートバレ明けの方が使いやすかったので、最後までこっち使っていきます。今回は遠距離特化なのでオートバレ明けがメインウェポンになりましたが、遠距離以外でやってる場合は、このイベントで手に入る武器も十分使えると思います。そしてイベントが終了する少し前、灼熱の君主というミニボスが出現します。正直特に喋ることがないほど弱かったです。適当に引き打ちしていればなんとかなります。オートバレ明けが強すぎて、それ以降の遠距離武器が大体空気になってる気が。はい、倒しました。一応武器がいくつかドロップしましたが、先ほど言った通りオートバレ明けが強すぎて他の遠距離いらない状態とかしています。右上で撃ってるレーザービームみたいなのはワーム系に非常に有効ですが、これから先ワーム系のボスが出てくることはないので使いません。それでは、最後のボス、ジエンシェンツスと戦っていきましょう。
今まで完全に空気で存在すら忘れていたストアイテッエアさんが黒幕だったみたいです。はい、紹介すら忘れていました。ごめんなさい。正直一生触れないと思ってたんですが、ここでまさか出てくるとは。とりあえず戦っていきましょうか。何やらたくさん出てきましたね。ケレチェウス、キアベイン、イガリス、エアノンの4体が同時に出てくるみたいですね。今のところあざなほど攻撃は激しくありません。今まで通りオートバレアケとクロロファイトダンデッキ打ちして戦います。ちなみに防具、アクセサリーなどは特に変更していません。接触ダメージはそれなりに痛いみたいですね。ただ複数いるのでクロロファイトダンと相性が微妙かもしれないです。かといって動きが遅いわけでもなく、さらにはアーム系のように連なっているわけでもないので攻撃しづらいですね。今回はまとめて撃破することを考えず、クロロファイトダンでカッコ撃破していきます。適当に動いてるだけだったので倍速です。最初が弱い感じのボスは大体第2形態がありますよね。ありましたね。ジエンチェントアマルガメート、こいつが真のラスボスみたいです。移動が爆速、そして BGM がかっこいい。そこら中にばらまいてるクリスタルみたいなのに当たるとダメージを食らいますね。しかも痛い。というか遠すぎてあんまり弾が当たってない。かといって近づきすぎると被弾するので難しいところです。さすがにもうちょっと近づいていいかもしれませんが。うわ、早い。あ、なんか撃ってます。でも避けるのは簡単そう。まあ当たるんですけどね。止まって弾幕張ってる状態から急に動き出すのでびっくりする。うわ、なんだこれ。今500ダメージぐらい食らいましたよね。やばい。なんか同じところから出てるのかなこれ。まあとりあえず近づかなければ当たらなさそうです。またさっきの攻撃ですね。これは大丈夫なはず。いやでも急に動き出すのは困る。近くにテレポートしてきてますね。そして腕を使って攻撃してきてる。これもかなり痛い。あれ、これなんか弾跳ね返ってません？気のせいかな。今戻ってきてた気が。そしてまた例の500ダメ攻撃。これも急に来るからビビる。いやほんと早い。全然避けれてないけどなぜか言ってます。しかしまだ HP 半分も削れてないですね。175万手。でもあざなよりは簡単感があります。この攻撃の時は急に動き出すので注意ですね。あ、やっぱ反射してる。周りに何か出してますね。あれがある状態だと弾丸は通らないみたいです。これは困る。うわ、一体かなり危ない状況です。今までなるべくナース使わないようにしてましたが、さすがにここで死にたくないのでもう使っちゃいます。これさりげなく後ろでさっきやった灼熱の雨発生してますね。なんか降ってきてるのに触れるとダメージ受けます。一発が重すぎる。一応アーマーの効果で一回は復活できるのでまだ頑張れます。うわ、痛い。今のはちゃんと見てれば避けれましたね。というかあと少しで倒せそう。あ、やった。なんか始まった。タイトルロゴがドーンしてきて。クレジットが流れる。これは完全にエンディングですね。はい、ということでエレメンツアウォークンクリアです。これまでご視聴ありがとうございました。武器の紹介などあまり詳しくできませんでしたが、全体的に色々と追加要素があって非常に楽しめました。というかせっかくの目玉要素であるエネルギー武器後半全く使ってませんでしたね。これに関しては今後おまけ動画とかで紹介するかもです。
もっといろんな武器使っていった方が良かったですね。ずっと遠距離武器だったから絵面もワンパターンになっちゃったし。まあとにかく完結できたので良かった。そして動画には入れてませんでしたが、後半アクセの素材集めがめちゃくちゃめんどかったです。一応このモッドでは、敵のスポーンレートが4倍や12倍になるポーションが追加されてるので、0.1 ドロップが若干集めやすくなってます。それでも時間はかかるけど。そしてバイオームキートロドのドロップ率がやたら高かった気がします。結局これは仕様なのか運がいいだけなのか、調べてもわかりませんでした。一応アウェイクンドモードによるドロ率の上昇などはないはずなので、多分運です。多分。というかこのエンドロールの場所、現在いるワールドのどこかを表示してるんですね。すごい。全然覚えてない場所がほとんどだけど、遺跡とか空島とか一部覚えてるところもありました。というか鉱石点滅しまくってますね。これはバグかな？あ、そろそろエンドロール終わりそう。カルキストール。そして最大の感謝いただきました。ありがとうございます。皆さんもぜひエレメンツアウォークンやってみてくださいね。今回はアウェイクンドモードオンだったので少し難しかったですが、オフなら誰でも楽しめる難易度になっています。あ、終わった。報酬はこちら、どちらも非常に強力ですね。まさにエンドコンテンツ。最後に、デスワチオン345に強化して終わります。前使ってた弓ですね。ラスボスを倒すと強化素材が手に入ります。まあもちろん最強です。はっや。最強武器も作れたので、終わりましょう。最後にアザナとテアンシエントスのストーリーも載せておきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。